7月18日、報道関係者に届いたのは、ュー・ユズルのマネジメント会社、チームシリウスからの記者会見の案内だった。そこには、弊社がマネジメントしている、ュー・ユズル、ANA 所属による決意表明の場として、下記の通り記者会見を開催いたしますとありました。具体的に何を話すかは明かされておらず、 現役を続けて4回転半に挑み続ける決意なのか、引退して新たなフィールドに行く決意なのか、様々な憶測を呼びましたスポーツ史記者。いかどう記者会見当日の19日朝、日刊スポーツが報じたのが、羽生譲る引退だ。現役を引退して、プロに転向する意思を固めたという内容でした。 記事によると、羽生結弦選手には自身が座長を務めるアイスショーを創設する夢もあると書かれていました、そして、17時から都内のホテルで羽生結弦の決意表明の会見が行われた、会見が始まる数時間前から、190席が用意された会場には、多くの報道陣が詰めかけていました。 羽生結弦引退の報道を受けて、一体、羽生結弦選手は何を語るのかという緊張感が、漂っていましたね。プロ転向を伝えたのは、数日前語られたのは、次のような内容だった。まだまだ未熟な自分ですけれども、プロのアスリートとして、スケートを続けていくことを決意いたしました。中略これからは、プロのアスリートとして、 そして、スポーツであるフィギュアスケートを大切にしながら、加えて、ハニューユズルの理想を追い求めながら、頑張っていきます。どうか、これからも戦い抜く姿を、応援してください。ハニューユズルは、フィギュアスケートの新シーズンが始まる7月1日に、更新された日本スケート連盟以下、 スケレンの公式サイトに特別強化選手として今シーズンもより高みを目指して頑張りますというコメントとともに掲載されていたこれを現役続行と受け取るファンも多かったがこの時点で一部の関係者は羽生結弦選手のプロ転向の決断を耳にしていたそうですしかしスケレンに伝えたのは 会見数日前、スケレンの関係者数名と、羽生結弦選手のご家族、羽生結弦選手のマネージャーなどが参加する話し合いの場が設けられたそうです。フィギュアスケート関係者、いかどあまりに直前となった報告に、不穏な空気が漂っている。スケレンは羽生結弦選手の競技生活を多方面からサポート。 してきまし,たし今シーズンの試合の出場の調整などもありますからプロ転向を考え始めた段階で相談してもおかしくないはずそれなのに会見直前まで伝えなかったのはやはりスケレンとの間に何か因縁を感じますよねスケレンと羽生結弦の仲が悪くなる要素がない羽生結弦のファンが続ける羽生結弦選手は 今回の会見で、心が空っぽになってしまう前に、自分自身を大切にしないといけないと口にしました。19年に選手への誹謗中傷が問題になった際、スケレンは必要な措置を取るとコメントしていたのに、こんなことを言わせてしまったのは、スケ綱が羽生結弦選手を守ってこなかったからではないでしょうか。 羽生譲る選手がスケレンを信頼できなくなるのもうなずけますフィギュア事情に詳しいスポーツライターの梅田京子さんに羽生結弦とスケレンの関係について聞くと関係が悪いなんてことは全くないですよ笑いと実情を明かしてくれた94年から6年までスケレンのフィギュア強化部長を務めた城田典子さんが 現在は、羽生結弦選手のスタッフをしていて、スケレントの交渉ごとは、城田さんが行っています。現在の強化部長である竹内洋介さんは、2年ソルトレイクシティ五輪に出場しており、この時の監督が城田さんだったこともあり、彼女から見れば、子供のような存在。それもあって、 スケレンと羽生譲る選手の仲が悪くなる要素がないのです。梅田さん。いかどまた。トラブルの種は時代とともに減っている。荒川静香さんやすぐりあ恵さんが活躍していた頃は、振り付けのために費用をくださいなどと、選手の両親やコーチが直接スケレンに強化費用の交渉をしていました。しかし、 家庭の懐事情を担当者が主観で判断していたので裕福な家庭には費用が出づらいなどの不公平感がありました今ではスポンサーの有無なども考慮して選手間で公平に割り振られていますから金銭面での関係悪化はありませんとはいえプロ転向によって羽生譲るは広告契約の収入の10%を スケレンに収める必要がなくなり、スケレンは大幅な収入源となるので、痛手を負うことになりそうなもの。もちろん、ハニュユズル選手のプロ転向で収益が減る可能性はあります。しかし、ハニュユズル選手は多くの功績を残しており、スケレン側もそれを称える気持ちがありますから、 引退しないでなんて言えません。いちいちプロ転校の許可を取る必要もありませんし、報告さえすればよかったのです。つまり、羽生譲るとスケレンは良好な関係を築いていたのだ。実際、会見の翌日に羽生譲はスケレンを訪問して感謝を伝えている。アイスショーの需要は、 日本以外の世界にも今後について羽生結弦は4回転半への挑戦を続ける意欲を見せ会見でこう語ったスケートを見たことない方々も含めてこれだったら見たいかもなと思うようなショーであったり応援してくださる方々が納得できるような場所だったり演技だったりそういったものを続けていきたいなと思っている梅田さんも その活躍に期待を寄せる。今後は、世界中で引っ張りだこだこと思います。アイスショーの需要は日本以外にアメリカやヨーロッパカリブ海諸国などに広くありますから新たなフィールドでも羽生結弦のスケートを堪能できそうだではプライベートは学生時代に交際していたのは 派手な顔立ちではないけれど目鼻立ちの整った可愛らしい子。現在はスケートから離れていますが、当時は選手で、少し気の強いところもありましたね。羽生結弦選手はお母さんだけには内緒にしていたようですが、周囲は公認のお付き合いでした。ずっとスケートのことを考えていたいタイプなので、スケート好きで、 技術的なことも分かる人じゃないと、交際には至らないでしょう。とはいえ、相手を特化へ引っかえするタイプでもないですし、あっさり結婚なんてこともあるかもしれません。梅田さん、梅田京子9年から、在米。著作に、今川優子との共著、フィギュアスケートの魔力、文春新書など、多数。長女は、 米国認定フィギュアスケートインストラクターとして活動中。